竹川が弱って裂けそうになっていたので、あの手この手を使い古い桶をなんとか保持しようとしたが、ついに底が抜けてしまった。桶の中の水はもうない。水の中の月ももうない。Zen Buddhist koans, unraveling greater truths through contemplation. Continue watching to find out more. Today's episode will be presented in Japanese with subtitles in Arabic, Oraxes, also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian or Uranian.All around me, a lot of people are vegetarians now because of that influence of enjoying better health. I always try to encourage people. Whenever I go somewhere and I tell them, they are surprised and they want to know more. There's a very positive attitude toward vegetarianism and veganism. I find this very encouraging. The Reverend Pastor Etienne Lombard, vegan.好奇心旺盛な皆さん、日本の琉球列島出身の現地の沖縄の人々にお会いするときには、こんにちはという意味のハイサイと挨拶すると良いでしょう。港と申します。琉球には世界で最大の数の百寿の人たちがいることをご存知でしたか？研究で野菜豊富な彼らの伝統食は確かに重要な役割を担うことが分かっています。幸運な琉球人はビーガンになって長寿の仲間に入るように進めています。私たちの番組先週の考案真摯を通じさらに大いなる真理を解き明かすへようこそ。日本は禅宗の修行が普及していることで有名ですが、そのルーツは5世紀頃にインドから中国へと大海を渡った孫子、五代ダルマ大師、ビーガンにまで遡ることができます。当時中国では大乗仏教が栄えていました。その宗教的な教えには知的になりすぎて本質的な意味や目的を失い始めていた哲学や儀式が含まれていたのです。孫子、五代ダルマ大師は崇拝されている釈迦牟尼ブッダ、ゴータマ、ビーガンの元々の教えは経典の研究だけに頼るよりむしろ個人の努力による悟りを重視していたことを知っていました。そこでより実践的であまり知的でない教え方を授けたのです。その教えは禅宗として知られるようになり、中国ではチャン仏教とも呼ばれ、人の仏性の直接的な悟りに到達することに着目しています。五代ダルマ大師は仏教の第28祖です。その法脈は直接釈迦牟尼ブッダに遡り、次のような詩で説明されています。経典から離れた特別な伝達、書かれた言葉に依存することなく直接に人間の心に注意を向け、その本質を見抜き覚醒すること、この詩からダルマ大師の真理の伝授、すなわち霊的イニシエーションは言葉なしに与えられ、
心から心へ伝えられることが推測できます。五代達磨大師は昇天する前にその宝脈を後継者である大慈恵伽老師ビーガンに譲りました。禅宗の第6祖である恵能大師ビーガンは7、8世紀に生きた中国の禅師ですが、拾った薪を売り生計を立てており文盲でした。ところが下樹の競争で仁宗という同僚の名高い僧に勝利し後継者となったのです。仁宗は内容の霊的な悟りを反映している次の下樹を壁に書きました。体は菩提樹で心は澄んだ鏡だ。入念に体と心を絶えず磨き続け、塵や埃がつかぬように修行を続けていく。字が書けなかった恵能は少年僧に代わりに次の下樹を書いて別の壁に貼ってほしいと頼みました。恵能の下樹は心と魂の本質、つまり真の悟りのより深遠なる理解を示していたのです。菩提樹はなく、澄んだ鏡という台もない。全てが空なので、どこの塵や埃を払えるのか。何世紀にもわたって禅宗は中国から朝鮮半島、チベット、ベトナム、別名オーラック、そして日本へと広がりました。日本の禅宗の修行においては公案が重要な役割を担ってきました。公案という言葉は公の事例を意味する中国語の単語に由来し、質問から物語、逸話までどれでも良いのです。馴染みのない人には公案はややこしくもあります。中には曖昧さや逆説でいっぱいで、明らかに役に立ちそうもないものもあります。例えば、羅山は元頭に尋ねた。消滅する想念が止まらないとどうなりますか？元頭はこう叱りつけた。誰がそうしている？ある僧が正言に、仏教の真髄は何かと尋ねた。正言は、路寮では米の値段はいくらかと言った。ある僧が雲門に尋ねた。何の想念も浮かばないのはおかしいか否か。雲門は、趣味線じゃないかと答えた。スプリームマスターチンハイ・ビーガンは何度か禅の公案に関する洞察を当教会の会員に話してくださいました。 When you go to Japan, somebody say that there's a book like that. Or maybe if you pay the elder monk and then you get the koan and then you can answer your master and then maybe get a certificate become a roshi of some kind, mean master, zen master. This is just like a quickie exam. Otherwise, you have to take sometimes the whole day, the whole month, or the whole year, or the whole life to work on one koan until you're completely broken. I mean, your ego completely broken down, then you understood. Not the koan, but you understood yourself. You know who you are, that's what. The koan means a question, the unanswerable question.Yeah, so that you have to concentrate all your might, all day, all night. They ask you nonsense, so that you cannot even figure out what the master really means. And that's the purpose. It should not be any meaning at all. And it's not having any sense in the sense of the word. It's like a mantra or something, you know? So you concentrate. The main point is your concentration. Vegan, only one planet, one human race.Let's save them. 視聴者の皆様、少し休んで短いメッセージを聞きましょう。すぐに番組に戻ります。スプリームマスターテレビジョンを続けてご覧ください。スマートキッド、ああ、You are surely a vegan.Russia, go home now.
では番組を続けましょう。禅師とその弟子との間の多くの意味深長なやり取りが記録され、公案集にまとめられ、禅宗の研究者らによって研究されてきました。では空の茶碗という題の話を聞いてみましょう。明治時代の日本の老子である南院は、禅について尋ねに来た大学教授を迎えた。南院は茶を出した。客人の茶碗を満たし、さらに注ぎ続けた。教授は溢れ出る様を見ていたが、もう我慢できなくなり、茶が溢れています、これ以上は入りません。南院は言った。あなたはこの茶碗のように意見や憶測でいっぱいだ。まず茶碗を空にしないと、どう私が禅を教えられる？この空の茶碗の話は、まず自らを謙虚にしないと何も学べないということを教えてくれます。There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Bosnia and Herzegovina is one of them. Bosnia and Herzegovina, Law on the Protection and Welfare of Animals, 2009.Under this comprehensive law, the killing and torture of animal people without justifiable reason is prohibited. A wide range of violations will incur a fine of up to 10,000 convertible marks or 5,100 euros and up to 20 times that amount for more serious offenses.Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. 別の話、水もない、月もないを聞きましょう。天の千代野が禅を学んでいた時、長らく瞑想の成果が得られなかった。ある月夜の晩、竹で縛った古い桶に水を入れて運んでいた時のことである。竹皮が裂けて桶の底が抜けてしまった。その瞬間、千代野は啓示を授かったのだ。その記念に彼女は詩を書いた。竹皮が弱って裂けそうになっていたので、あの手この手を使い古い桶を何とか保持しようとしたが、ついに底が抜けてしまった。桶の中の水はもうない。水の中の月ももうない。千代野の詩は、もはや役に立たない古い心の荷物をようやく手放した瞬間の高揚感と安堵の気持ちを捉えています。この話を陳詩することで、一人一人異なる教訓や悟りを得ることができます。さらにマスターは、禅の公案を陳詩することで到達できる霊的レベルと、さらにその先に行く方法を指摘されました。我们修禅。我们问那个我是谁、你是谁那个、啊、你谁念佛、我们也可以到第二世界去。我们参公案那种、也可以到第二世界去。我们修瑜伽、嗯我们也可以到第一、第二世界去，最高也可以到第三的世界去。不过在那里停了，没办法再跑上去了。要跑上去，应该用更厉害的法门，那个就是即刻开悟的法门，那个是观音法门的。スプリームマスター陳海は、もともとの禅の修行と自身が真理の探求者たちに授けてきた観音法門の瞑想法との関係を明らかにしました。真正的那个修行者啊，自古以来啊，都跟观音法门没有什么不同的啊。不过因为这些修行的人比较小，古代人传法的人更小，
公开传法的人又太小啊，所以大家都自己发明啊另外一种法门，然后自己也跑，然后自己也有体验，就是等级不一样而已。假如说我们修禅，所谓今天的禅就是参公案，你问你是谁，而是无是什么，而是谁念佛，菩提达摩到中国干嘛等等哈，是那些东西，不是念那个一二三四五六七八十那个，那是所谓的禅的。修这法门也有体验啊，并不是说没有，有人有光，你也有听到声音，自然听到的，那个时候就可以说他修，他有得到一些观音法门的影响，并不是说他修观音法门的真实的观音法门，也应该传下去才知道，又法脉很清楚。修这些所谓的禅呢，或是道家瑜伽的法门，也有光，也有境界，也有听到声音。如果这些法师、这些老师自己本人呢，也有光、有声音、有境界的话，那我们的徒弟也会有。Choose vegan, life will be more enhanced. 視聴者の皆様、本日は禅宗の考案、禅師を通じさらに大いなる真理を解き明かすにお付き合いいただきありがとうございました。次はエリック・リンドストロム、ヴィーガン、懐疑的なヴィーガン前編です。神の慈悲の中で全衆生を優しさと愛でもてなす天上人のように生きることで、私たちが地上天国を明示できますように。Russia, leave Ukraine or you reign now. Peace be with you too.Contemplative viewers, thank you for your company today during Zen Buddhist Koans, Unraveling Greater Truth Through Contemplation. Up next is Eric C. Lindstrom, Vegan, The Skeptical Vegan, Part 1 of 2. May we manifest heaven on earth by living as heavenly beings, treating all beings with kindness and love, in God's benevolence.Be vegan, make peace, do good deeds, heaven Godspeed. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/ctaw.